ケトプロフェンとは、抗炎症作用、鎮痛作用を有する、プロピオン酸系の酸性ヒステロイド性、抗炎症薬の一種で、ニプロピオン酸のことである。分子内に一つ、キラール中心を持っているものの、医薬品として使用する際、この共造異性体は分離されず、ラセみたいが用いられている。商品名モラス。ケトプロフェンは、他のヒステロイド性抗炎症薬と同様に、 シクロウキシュゲナーゼを阻害することによって、生体でのプロスタグラン人類の産生を抑制する。主作用は、プロスタグラン人類の中でも、特にプロスタグラン人 E2 の産生を抑制することによる。これによって、痛みの指揮位置が下がらないようにし、また、毛細血管が拡張して、炎症を助長することのないようにしている。しかし、プロスタグラン人類には、例えば胃の粘膜保護など、 他の作用もあり、その作用まで抑制してしまうための副作用も起こりうるなど、副作用についても他のヒステロイド性抗炎症薬と共通点も多い。ただし、ケトプロフェンの場合は、それらの副作用に加えて、特に光線過敏症が起こりやすいことで知られており、注意が必要である。ケトプロフェン使用中は、もちろんのこと、使用後もしばらくは、紫外線を避けることが望ましい。 ケトプロフェンは1967年にフランスのローヌ・プーラン社で合成され、内服薬のほか、軟膏剤、ゲル剤、クリーム剤、液剤、パップ剤、テープ剤、注射剤等の様々な材形で販売されている。過去には日本でも一般用医薬品としても販売されていたものの、抗線過敏症が起こるなどの理由で一般用には販売されなくなった。なお、ケトプロフェンは、 他のヒステイロイド性抗炎症薬と同様に炎症や痛みの原因を治療する薬剤ではなく、あくまでこれらを抑える作用が存在するだけである。ちなみに、ケトプロフェンは人排泄型の薬物として知られている。純粋なケトプロフェンは白色の結晶である。メタノールにはよく溶け、エタノールやアセトンにも溶ける。しかし、水にはほとんど溶けず、 tph においては、分子のほとんどが電離していないカルボン酸型を取るため、水への溶解度はさらに低下する。なお、有点は、摂取94度から摂取97度付近である。ケトプロフェンは、プロピオン酸系のヒステロイド性抗炎症薬と説明されることから、明らかなように、プロピオン酸の誘導体である。それと同時に、ケトプロフェンは、 ベンゾフェノンの誘導体でもあり、このベンゾフェノンの3位の炭素に、プロピオン酸が2位で結合した構造をしている。なお、プロピオン酸の2位の炭素は不正炭素である。ベンゾフェノンは、その構造中に、ベンゼン感を持つことから紫外線を吸収する。同じベンゾフェノン誘導体の、例えばオキシベンゾンやジオキシベンゾンは、日焼け防止のための薬品として用いられることがある。 このオキシベンゾンなどに過敏症であるものは構造が似ているケトプロフェンにも過敏症をきたす可能性があるためつまり交差観査が発生する可能性があるのでケトプロフェンの使用は禁忌とされているケトプロフェンとはやや構造が異なるものの比較的構造が似ていて蒸気のベンゾフェノン誘導体と同じく紫外線吸収剤などとして用いられることがあるオクトクリレンに至っては ケトプロフェンと同時に、監査されていた場合、抗線過敏症発症の危険性がより高まるとして、注意が呼びかけられている。ケトプロフェンは、馬や他の馬か動物で、一般的に使用されるヒステロイド性抗炎症薬、下熱薬、鎮痛薬としても知られる。このほか、ケトプロフェンは小動物での外科手術における、鎮痛薬としても使用される。AB 投稿薬品工業。 医薬品インタビューフォーム、メナミ高 3%2008 年1月台一般、奥ク,クリレン。ありがとうございます。